の使い方を理解する、まあ、膝、そして股関節ですね、このあたりの動きの説明をしていきたいなと思います。まずダウンスイングで膝を抜くというお話ですが、まあ、テイクバックからこうずっとこう膝がね突っ張っちゃってる方ね、アプローチなんかでミスする方、トップする方っていうのは割と逆にこの膝を抜いて曲げてインパクトをするように、こう重力に逆らわずに下がっていく方、そうすればストンってこう落としていくときですね、体を下げていく、このタイミングが分かればもうストンとこのぐらい落ちてもねダフることはないです。でやはりダウンスイングの瞬間、まず膝を抜くというかですね、重力に逆らわずストンと下がっていく、でその後に蹴り上げるような動きはあります。この後ですね、ここは蹴り上がる、つまり曲がった膝が伸びる瞬間というものもあるんですね。その瞬間が一番ヘッドスピードが上がります。ですから踏み込むような形で一度ストンと下がり、膝が曲がる、その状態から一気に跳ね上がるときにヘッドスピードが上がるというようなつながりになります。まあ、そうすることでクラブを上げて下げるときの、まあ、いわゆる重力を利用するような感覚というものがわかると思います。で重力の利用のトレーニングドリルですけれども、ここの重力の動きですね、こう上がったものが下がるとき一度重力を利用する、その瞬間を利用して一気に下げていく、重力のタイミングを利用すればですね、ダフることもない、まあ切り返しのところのイメージがすごくつかめます。で練習ドリルはこのように片足の、ドリル、これが非常にいいですね。左足をここでストンと落とす、こうすると一瞬無重力になる感覚というかね、トップからダウンの無重力の感覚が理解できます。練習法はあえてね、ここで左膝をかなり曲げて打つ、まあ、これがですねうまくいかない方はダフってしまいます。ここでうまくストンと落とすだけ、ここで手首を使わないで重心を下げていくだけのダウンスイングというのを理解してください。この技術を理解すると重力を利用する、まあ、いわゆる、椅子に座るとかね、シットダウンとかそういうような、ダウンスイングの切り返しの技術ということになります。次にですね、膝から今度、まあ、股関節というかね、まあ、同じことなんですけれども、この膝から股関節の重心の下げ方、そこを理解してもらいます。股関節でパワーを吸収する、まあ、力をもらうようなイメージですね。吸収なんであんまり強く組むというよりは一度吸収するようにストンと落とすだけです。重心をストンと下げて、その後に上げるときに蹴り上げるようなイメージになるんですね。ここは力を入れるんではなくて脱力のようなイメージ、まあ、先ほどのように重力の利用でストンとこう落とす、その時に股関節のこの角度が生まれるんですね。ではこの股関節でパワーを吸収するドリル、まず1つ目は左足一本になってこうジャンプしながら回転する、ちょっと難しいですね。このように回転しながら吸収をしてください。でもう1つ練習方法は高いところにジャンプして着手する練習です。ここでうまく着地できるように、うまく股関節でここで吸収してください。綺麗に着地することにより、次の動作へとバトンタッチできます。ここで着地し、その後にこの股関節に溜まった力を一気に伸ばしていく。地面を蹴り上げて、この後に伸ばしていくんですね。そうするとお尻の力を使って一気にインパクトでボールに力を伝える、ここで一瞬伸びるところですね。この展開を理解することができます。先ほどの着地から一気にジャンプ、このタイミングと腕の振り、クラブヘッドの動きなどを連動させていくような練習になります。まあ、実践スイングだとこのぐらい、あまりそこまでね上下動はないんですけれども、このような感覚ですね。この着地の吸収、膝を前に出すんじゃなくて割と股関節の動きですね、この2アクションの動きを覚えていくとダウンスイングの膝の使い方が理解できます。で次にバックスイングからどのように膝がどう動くのかというお話ですけれども、やはり膝をですね水平に回そうとしている方が多いんですね。まあ、先ほどの、イメージでいうとこの伸びるという動きを嫌う方が多いんですね。で上下動をなくしたいという方が多いんですけど、これ上下に動くんです、膝っていうのはね。つまり左膝はバックスイングでは下がり、そして上がる、膝の高さは変わるということが言えます。そこの説明をちょっとしたいなと思います。バックスイングではこのように膝が下がる、左膝が下がるんです、高さが変わります、このように下がるんですね。で下がったものが上がる、そしてまた上がる、
3段階の動きというふうに考えてください。下がる、上がる、上がるという感じですね。低くなったものが一度復元してアドレスに戻り、そしてフォローでもう一度上がる。この3つの展開、ここを覚えてください。そうすることでスピードが、ヘッドスピードを生み出すことができるんですね。どうしても水平のままのイメージでいくと力が生み出せません。地面を踏むことができませんから、必ずここで低くなる。まあ、肩の前傾の姿勢に合わせて肩も回転する、前後の動きというかですね、前傾姿勢のキープに合わせて背骨の角度に合わせて回転する。それは骨盤も、角度が前傾しているので、このように下げて上がる感覚が理解できると思います。このように練習方法はこのように高さを変えていく練習ですね。一度ここで下がる、そして上がるというね、この関係性ですから、左足は地面に埋め込まれるような形になるはずです。で、水平でイメージする方っていうのはね、下に入らないんで、どうしても水平してしまうんですね。重心が下がらないんで、重心を下げるという意味で言えば、この左膝が下がって、そして上がる。この展開を理解すると、ヘッドスピードも上がりますし、理にかなった動きということが言えると思います。下がって上がる。3段階の感覚。これでイメージしてボールを打ってみるといいですね。低くなって上がる。まあ実際のスイングだと、まああまりそこまで分かりづらいですけども、自分の中でそういう高さの変化というものが理解できると思います。まあ、左肩、そして骨盤、膝が全部前傾姿勢に対して、スイングするので下がる、バックスイングで下がり、フォロースルーで上がると、このように水平回転ではないということを理解していくと、膝の使い方を理解し、床反力を利用したスイングというものができると。この低く上がるという感覚ですね、こうイメージしてみてください。とはいえですね、やはり膝をうまく使うことができない方が多いので、力の抜き加減というのはね、技術というものをどのようにしていくか、このように突っ張っちゃうかですね。ここをですね、少し、練習ドリルを最後に紹介していきたいなと思います。練習方法は重力の動き、ですね、物が落ちるスピード、これに合わせれるかどうかですね。このように下げていけるかどうか、力を入れないで抜いてあげて、こうストンとこう力を抜くようにして股関節に角度をつける、重心を下げるような動きですね。この動きのスピード感、これが、重力を利用する。ですからね、見た目よりスピード感ありますよ。ゆっくり振ってるように見えて、かなり速い 反応が欲しいです。重力を利用する上では非常に重要な部分ですね。バックスイングからダウンスイングかけてのスッと抜く感覚、これは自然の力、重力を利用するということですので、割と速い反応が欲しいです。テイクバックのスタートからもうこの辺りからもう準備をしていなければいけない、こういう形ですね。トップからもうここら辺から下げる準備です。ここの準備ができているとうまくヒットすることができます。この動きでね、ダフる方っていうのはやはりそれに、腕の動きとかね、手で叩き込もうとする、動きが入ってしまう方が多いということです。ボールを投げて、その落ちる瞬間のこの時間、この時間を利用することで、スイングに今、タイミングを理解することもできますね。ここの部分を何度も練習していくといいと思います。ということで、膝の使い方、まとめになります。インパクトのところのですね、膝の使い方、かなり曲げていきましょう。それでも当たるように、ダフらないように手の使い方を理解する。練習としてはこのように膝を低く低く落としていくようなイメージが必要になってくるので、ドリルとしてはまず片足ドリルですね。ここから低く左膝をうまくバネのように使ってヒットする、この低い左膝の使い方を覚えてください。これにより重力を利用することができます。そして膝を使って重力を利用する、まあ、股関節の動きですね、2つの動きを利用する上で練習ドリル、片足になって左足1本ですね、このようにジャンプしながら回転していく、今度に股関節で力を吸収する、膝で吸収するようなイメージですね。でもう一つはこういう高いものに飛んで着地する練習、これで股関節の動きを理解してください。で次に膝の高さを変えていく、左膝が一度低くなり、そこから上がり、もう一度上がる、このような膝の使い方、このようにパワーをボールに伝えていく、低く高く上がる、この3段階のイメージ、そうすることでバックスイングで一度下がり、そして上がる、この動きでボールを飛ばしていくような感覚ですね。で最後にその重力、膝の使い方はどのぐらいのタイミングかという、ね、練習ですけども、かなり早いです。このものが落ちる、物体が落ちるこの瞬間に膝をうまく使う、このような練習ドリルになります。
このような動きをしていくと、この低く落ちる瞬間というのを理解できますから、やはり先ほどね、膝を下げた状態でも膝を曲げた状態でもダフることはないんですね。力んでしまってね、右手を使うとすぐヘッドを下ろそうとするとやはりダフってしまいます。こうストーンと落ちる瞬間のタイミングを非常に脱力できるかどうかですね。ここがとても大切なことになります。膝、股関節を抜く力を抜いてですね、重力を利用したスイング練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。